それでは薬学部行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、段落は5つ。そして設問形式こういう感じになっております。皆さん、設問13項全部やるとですね、皆さん、視聴時間がかなり長いことになってしまいますので、皆さんちょっと選択させてくださいね。そこの黒色で書いてる問題ですが、これは他の大学別対策動画でも扱っておりますので、やはり慶応ならではということを考えると、この色がついたところですね。皆さん、空小中問題と下線部説明多いですが、ここを対策すれば合格に近づけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。サミさん、こちら設問の指示でございます。これで皆さん第一段落一読をお願いいたします。サミさん、問いの1番でございます。こちらよろしくお願いいたします。皆さん、言い換えは見つかってますかね。まず皆さん、文法でダメそうなものは2番ですよね。あと by 動詞でございます。で、皆さん、空所に左側座がおりますので名詞を入れるべきですよね。そして皆さん、空所の右側テクノロジーの話をしておりますので、人を示す3番と5番はダメそうですね。で、皆さん3番ちょっと見慣れないかもしれませんが、一番最後 EE で終わっておりますので、もうちょっと有名どころで言うとエンプロイーですよね。従業員というところから皆さん人ではなかろうかということでよろしいかと思います。で、あとは皆さん1番アドーメント飾ることか、4番エイド助けかということで、どっちでしょう。もちろん飾ることの言い換えはなさそうですよね。で、もちろんアドーメントの動詞アドーン飾ると、それは本当は知っておいてほしいんですが、もし当日わからなければ保留ということでよろしいかと思います。で、皆さん4番エイドであれば、皆さん技術の助けを借りてるんですよね。ですから技術を利用できているんですよね。その皆さん、利用するという表現の言い換えがこれですよね。Available。ですから言い換え可能ということで4番正解です。サミさん、続いて問いの2番でございます。よろしくお願いいたします。皆さん、まず2番ですが、皆さんビルドが否定されてますよね。ですが本文では肯定されてますよね。で、皆さん3番、解決策の必要性と書いてますが、このあたりに必要性の話はないですね。で、皆さん4番、リワード、報酬がゴールだという話になってますが、本文中ではこちらで否定されてますよね。で、皆さん5番ですが、発見を内緒にしておくということが必要だということですが、このあたりにその話はないですよね。ですから正解は1番ですよね。で、皆さん、文頭、satisfying curiosity の話はこのあたりですよね。で、皆さん、その好奇心を満たすことによって、皆さん、科学が前に進むんですが、科学者たちが頑張っている様子はこのあたりに書いてますよね。で、皆さん、プライという表現、ちょっと見たことないかもしれませんが、PL でございますので、重ねるという意味ですね。例えば、コンプレックス。複雑なというのは、いろんなものが重なり合うから複雑になるんですよね。ですから、クラフト、自分の技術を積み重ねていくイメージでよろしいかと思います。技術を積み重ねるということは、科学者は研究を進めるんですよね。それによって科学が前進していくんですよね。ですから、本文と言い換え可能です。ですから、1番正解ですね。サミさん、続いての段落でございます。こちらの問いの3番、お願いします。で、皆さん、空所の右側、動詞が2つございますので、接続詞を入れるべきですよね。そうすると皆さん、1番と4番に絞れそうですよね。あとは皆さん、パーソナルとインパーソナル。反対の関係ですから、正解は1番ですよね。うにゃうにゃだがということで、反対でよろしいかと思います。もちろん4番はうにゃうにゃな場合のみということで問題ないかと思います。サミさん、続いて空所のこの2つですね。それに関する問題です。設問の指示の一読をお願いいたします。で、皆さん A の方から検討していただいてもよろしいかと思いますが、今回空所 B の方が分かりやすいんじゃないかなって感じがいたします。これですよね。客観的なという表現と言い換え可能な選択肢がありませんかね。で、もちろん客観的というのは誰が考えても同じ、誰が見ても同じ。そしてここもヒントになりそうですよね。アブソルート、絶対的。ちょっと下にずらしますね。
サムさん、この選択肢の中から絶対的、客観的、誰が見ても同じというような表現がありますよね。もちろん正解は4番ですよね。アーギュ、議論、それが案で否定されてますよね。ですから議論の余地がないと、つまり誰が考えても同じということですよね。それが皆さん客観的とか絶対的と言い換え可能ですね。サムさん、次の段落がちょっと長いので、今見えてるところだけで頑張っていただけるとよろしいかと思います。一読をお願いいたします。サムさん、こちらの下線部の問題お願いいたします。で、皆さんがもしですね、クルードを知っていたら、まあ、例えばクルードオイル、重油、知ってる方いらっしゃるはずです。粗雑な、粗野なオイルですよね。ですから粗いイメージで選択肢選んでいただいてもよろしいかと思います。もしくは皆さん、アインシュタインの相対性理論を時代遅れって言ってますよね。マイナス評価ですよね。ですからそのマイナス評価でいけと言われたら、もうあれですよね。ですから正解は3番ですよね。オフェンシブ、気分を害すると。ですから相対性理論が時代遅れなのか、間違ってるのかと言われたら、皆さんこれですよね。絶対的にそうではないというふうに否定してくれております。にもかかわらずこんなことを言われたら感情を害しますよね。ですから3番でよろしいかと思います。で、皆さん、先ほどの段落の続き、こちら2行でございます。サミさん、第4段落、前半から中盤にかけての文章です。サミさん、問いの6番、お願いします。皆さん、これはアウェアの知識でいけそうですね。よく皆さん、be aware of、 うにゃうにゃについて知っている、気づいているという意味でしたね。ですから、まさに知っているというふうに言ってる選択肢がありますよね。ですから、1番が正解です。サミさん、まず設問の指示をご確認ください。サミさん、選択肢こちらでございます。第4段落、この前半でいけるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、一つずつ確認していきますね。まず皆さん、単語というのは、私たちが都合のいいように使うためのラベルなんですよね。ですから皆さん、ローズ、バラが他の名前だったとしても、やはり甘い香りがするんですよね。ですから名前はどうでもいいので、例えばクオークと呼んでみましょうと。ただ皆さん、そのラベルとは根本的なものなんですよね。ただ皆さん、色がついているわけではないわけですから、まず3番削りますね。で、それを皆さん、科学的に説明できるものですよね。で、もちろん、リンゴがどのように落下するのかということですから、まだ木にくっついているリンゴは×ですね。で、皆さん、whatever the name ということで、皆さん、名前は何であったとしても、ということは皆さんどうでもいいんですよね。で、それが皆さんアスクライムで、皆さん帰着するところがフェノミノン、現象と書いてますね。もう皆さんこれで答え分かりそうですよね。で、さらにはプリサイスローですから、法則って言ってくれてますよね。で、皆さん、その法則とはここにつながるわけですので、正解は4番のグラビティ、重力ということでよろしいかと思います。サミさん、次の問いの設問の指示です。で、皆さん、選択肢はこんな感じでございます。で、皆さん、分かりやすいのは皆さん、between A&B じゃないかなというところでございます。皆さん、この and の前後が違うものが来ると。反対のものが来るというのは皆さん知ってますかね。例えば、between mother and father。お母さんとお父さんの間に、まあ、例えば子供がいますと。で、お母さんとお父さんは反対。違いですよね。異なる関係です。もちろん、between mother and mother とは言わないですよね。ですから、この空欄 A には、この左側と反対の関係を表す表現がやってくるはずですね。で、皆さん、先ほどの問題、こちらでもありました通り、この科学的説明、これはグラビティ、重力のことを言ってましたよね。ですから、重力と反対の話がやってくるはずです。ただ皆さん、今見えてるところではまだ重力と反対の関係を示す表現がないので、この後読み進めますね。
さみさん、段落最後のところまで行ってみました。一読をお願いいたします。さみさん、重力の話は一応この辺りには出てくるんですが、反対の関係のところまではまだわからないと思います。てみさん、読み進めるとここにも出てきましたね。てみさん、オアと言われたら前後は反対ですよね。となってくると、皆さん、神が怪しいですよね。さあ皆さん、選択肢こちらでございます。皆さん、この中から神、ガッツ、これの言い換え見つかりそうですね。もちろん正解は2番ですよね。ミスティカル、神秘主義的な神の話でございます。ですからこちらと言い換え可能ですね。さあ皆さん、続いて問いの10番でございます。よろしくお願いいたします。サミさん、空所の前後に言い換えは見つかりますかね。例えば皆さん、1番クリーンだったら掃除をすると、2番コンシール隠す、で皆さん3番もし分からなければ一旦保留ということでよろしいかと思います。で4番ギブアップ諦める、5番ルックアップ上を見るんですね。でそれの言い換えがどこかにあればいいんですけども、ちょっとなさそうですよね。ですから、コンジュール、これの意味が分かんなかったらちょっと心配でですね、まあ、分からないまま勇気を持ってこれを選ぶという感じになるかと思いますが、もし呼び起こすという意味を知ってたら、言い換え見つかりますかね。呼ぶという意味です。これですよね。コールは呼ぶ。言い換え見つかりましたね。ですから3番正解です。それでは最終段落でございます。こちら、トネ11番、お願いします。テミさん、これ、ハングストギャザー分かんなくてもですね、トゥギャザー、一緒にというふうなことが分かってると、選択肢選べそうですね。もちろん一番否定的な話はしてませんよね。で、皆さん、一緒にやっていくんですから、皆さん、ギャップ、差があるとまずいですよね。もちろん4番、シール、密封するも言ってることが全く違いますよね。で、皆さん、5番パーマネントは皆さん時間的なことですよね。ですから3番が正解ですよね。一緒にやるわけですから、そこに皆さんコネクト、つながりがあるんですよね。ですから皆さんと私はこの YouTube を通じてつながりが持てて、一緒に合格目指すんですよね。そういうイメージでよろしいかと思います。さあ皆さん、最後の問題お願いします。で、皆さん、プレスはプレッシャーというイメージでよろしいですよね。つまり圧力、後ろから押されているイメージですよね。となってくると、もう正解はあれですよね。もちろん5番アーシ、駆り立てる、急かされるという意味でよろしかったと思います。さあ皆さん、薬学部お疲れ様でございました。皆さん、空小集問題とか下線部説明たくさんやってきましたが、これですよね。言い換えがポイントになってましたよね。もちろんそれは慶応大学に限ったことではないんですが、その言い換えが見つかるかどうかが合否のポイントになってますよね。じゃあそれはどっから見つけるんですかと言われたら、皆さん、ヒントはこれですね。対比ということでよろしかったかと思います。で、今回出てきたのはこれですね。 Between A and B ですから、 Between を見てですね、 And の前後が対比の関係だということを認識している受験生はあんまりいないはずなんですね。ですから皆さんが意識していただけると、それだけでかなり有利になってきますからね。で、先ほどの問題どうやって解いたんですかと言われたら、皆さん、空所の左がサイエンティフィックとグラビティ、重力、これが言い換え可能であると認識した後、グラビティと反対になっているもの、そういう表現を探しに出かけました。そうするとこれを見つけたんですね。オアの前後は反対ですから、皆さん、空所とガッツ、これが言い換え可能。そして選択肢の中からガッツ、これの言い換えを探し出したんですね。すると皆さん、ミスティカルが見つかったので、これが正解と、こういうふうに正解にたどり着けたんですね。そして別の設問では、パーソナルとインパーソナル、あ、対比だっていう風に判断できたので、オールゾーが正解でしたね。ですから、こういったところが皆さん最大のヒントをくれますので、ヤダチとスタディではこういう練習を今後も続けていきますからね。ですので、引き続きご視聴よろしくお願いします。